スレイさん、お願いします。この場所で多く発生しているスライムです。攻撃力は低いですが、チクチク攻撃してきます。どうです？こら、まだいるぞ。一刀両断、よし。敵を当てます。どうです？無駄はいけませんよ。これどうだ。おとなしく眠ってくれ。ご苦労様でした。またか。ほんとすごい数だ。これほどとは。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が湧き上がるというか、そんな感覚はありませんか？特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。スレイさん、急いで突破しましょう。うん。危ねえ。道を開けます。さあ、蹴散らして。さあ、作り置きを。はっ。さあ、キリがない。防御に徹してください。必ず逆転できます。逃がさない。どうですか？さあ、畳みかけろ。はっ。コガハマン、強化の勝利。まずはコガハマン、逃がさない。これどうだ。はっ、コガハマン、逃がさない。一刀両断、我が火はシャッ。負けるかい。さあ、畳みかけろ。赤を焼き、さあ、作り置きを。はっ、我が火はシャッ。襲撃。はっ、蹴散らす。襲撃。一刀両断、赤を焼き。行くぞ、畳みかけろ。まだだ。何、ライラ。スレイさん、同志の真の力を見せる時です。同志が。私の真の名を捧げます。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそが同志たる者の真の力。わかった、やってみる。はっ、ポエスメイマ。すごい力がみなぎってる。よし、一気に沈めてやる。やっきり異形系のトリッキーな動きに注意です。連合決まったな。スレイさん、素晴らしいですわ。カムイこそ同志たる証。これで本当の意味で同志となったのです。でも危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい、一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。スレイさん、もう氷馬は倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか。どうやるのかな。は？解けないんだけど。そんなことってあるんですの。
こっちが聞きたいよ。なぜか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて、スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士ライラー、あ、溶けた。カムイを発動した後は自然に溶けるのを待つことにしましょうか。しばらくすればきっと自在に操れるようになりますわ。そうだね。100倍くらいあるけど。一刀両断。さあ、コガハマン、まだいるぞ。一刀両断。炎よ、道を開けます。どうです、社長を絞れ。お見事です。さあ、剣の際は、うわぁ、慢心せずに、邁進しましょう。古代語の匂いがする。古代語で書かれた石碑が見えたぞ。集中。デリは剣の際は逃がさない。悪しき欲だ。大丈夫か、みんな。さあ、コガハマン、はっ、ケチラ。剣の際、どうかこちらへ。おとなしく眠ってくれ。これで勝利だ。
ローマ、行くぞ。剣の極、まだ気は強い。これどうだ、まだいるぞ。赤はよく、まだいるぞ。素敵です。浄化完了ってな。どれみんな、バクは暗い場所でも正確に狙ってきますよ。超音波だよね。ちょっと憧れるな。まずは剣の極、遺跡が俺を呼んでいる。やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。宿にはいないんじゃないかな。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下ってあんな遺跡が広がってるんだよね。ならミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思う。一人で遺跡に？危険すぎます、無謀すぎます。今この町は氷魔がすごく増えてきてるんです。その強さも今さっきスレイさんが体験した通りなのに、なぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ。危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってこともちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。信じてらっしゃるんですね、ミクリオさんのこと。腐れ変なだけだって。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。王家ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと思う。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのためにまず私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。ならちょうどいいね。アリーシャの屋敷に行こう。ミクリオさんも見つかるかもですし。ああ、きっと適当に引き上げてくるはずだしね。それだと本当にちょうどいいですわね。やっぱりライラ、意地悪だよ。
おお、無事だったか、兄ちゃん。さっきは助かったよ。本当にありがとう。ううん、大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。ナナ、あんたもしかして同志じゃねえのか。噂に聞いてた格好とそっくりだ。ああ、はあ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと思ってたが、納得だ。助けてもらった例だ。この後飯でもどうだい。まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に自慢できるよ。ああ、その、俺は大変だろうが、頑張ってくれよな。俺たちも応援するからよ。大丈夫さ、誰も動かせなかった聖剣を抜いた男。んじゃあ、同志様、またな。賑やかな方たちでしたね。ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんでしたね。人間はスレイさんお一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。敵はまだ見てないかも。周囲に何かありそうだぞ。いないですね、ミクリオさん。でしょ、手堅いくせに意地っ張りだから。さあ、行こう。よくわかってるんですね、本当に。ライラ？今行きます。できる限りのことをしてみるが、保証はしてやれん状況だ。すまん。とんでもありません。お気遣いありがとうございます。お前のことだ。覚悟はしているのだろうが。はい。今の私にできることに力を尽くします。
我が弟子の愛すべき長所ではあるが、その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ。こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな。もう帰るところだ。あなたは。聖剣祭では世話になったな、同志スレイ。ハイランド王国軍顧問、共同騎士マルトランド。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。かっこいい人だな。空気がピシッとした。だろう、私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。どうぞ。遺跡を探検していると思っていたよ。うん、そうなんだけど。まずこれを。私のナイフ。そうか、イズチの遺跡で。やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わるとても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう、スレイ。そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました、ライラ様。アリーシャ、今聞こえた。確かにライラ様のお声が。これは驚きですわね、アリーシャさん。なるほど、これではまだ難しいと。ライラ、説明しますから、もう一度手をつないでください。ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん。聞こえますよね？はい、聞こえます、ライラ様。まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ。話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。うん。では、改めてよろしいですか？そうだった。ライラがアリーシャに用があるんだって。私に？力を貸していただきたいのですわ。地の主と器を見つけるために。それは、どういうものでしょう？まずは、この世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来、天族と人は力を合わせて、汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して？力ある天族は、汚れのない清らかなものを器とすると、地の主という存在になります。そして、器と共に人々に祀られることで、汚れを退ける、加護領域を広げる力を得るのです。本来、聖堂とは、地の主を祀り、汚れから土地を守るためのものなんですの。ですが、この町の聖堂には、地の主も器もなく、正しく祀ろうとする者もいません。それが、良くないことが続く原因なんだ。そう。いくら同志が汚れを払っても、地の主の加護なしで、その地を守り続けることはできません。わかった。ライラが聞きたかったのは、地の主の器となる者の心当たりと。それらを揃えた聖堂を、正しく祀ることができるかどうか、この二つですね。はい。
どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが最近司祭となったブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。善は急げだ。聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急げですよ。もう見えなくなっちゃった。行き先は聖堂だろうけど。アリーシャさんはちょっとおてんばさんですわね。ブルーの司祭は所用で町に出かけてしまったそうだ。仕方ないね。じゃあ器の方の心当たりは。汚れなき器になり得るもの。町の北東のガラハド遺跡に清らかな滝があります。代々のハイランド王が戴冠式の前に身を清めてきた聖水なのですが。清らかな水、確かに天族の器となり得るものですが。が、何？遺跡に獣が住み着いたのだ。退治に向かった兵士10名を返り討ちにするような奴が。氷魔かな。おそらくは。じゃあ急がないと滝の水も汚れてしまうかもしれない。他にも気になることがあるんだね。今のレディレイクには汚れが満ちています。きっとその聖水も祭る前に影響を受けてしまいますわ。水は汚れの影響を受けやすい性質なんですの。そうなのか。何かいい方法は。もちろん方法はありますが、それには水の天族の協力が必要ですわ。火の属性の私は水と相性が良くないのです。水の天族か。はい、うん、そういえばミクリオ様は一度もお声が聞こえないが。ちょっとね、喧嘩しちゃった。いろいろありまして。とにかくガラハド遺跡へ。氷魔なら倒さないと。そうですね、まずはできることから始めましょう。スレイ、私も連れて行ってほしい。氷魔と戦うのは無理だよ、アリーシャには。だが。スレイさん、主神が陪審を収めるように同志も重視を持つことができるのです。アリーシャさんが重視となればスレイさんの領域内でなら氷魔と戦えるでしょう。重視。ただしこの聖堂は、いや、ハイランドの聖堂は私が生まれた頃からずっとこんな様子だった。私は汚れたハイランドしか知らなかったんだ。お願いだスレイ、私を君の重視にしてほしい。私は見てみたいんだ、汚れのない故郷を。それがアリーシャの夢なんだな。わかったよアリーシャ。で、どうすれば。
私の詠唱の後にアリーシャさんに古代語のマナーを与えてあげてください。アリーシャに名前をか。我が宿りし聖なる枝に新たなる命ずる。花は耳、実は種に、巡りし祝宴をここにことほがん。今同志の意になる命を与え、便利の証とせん。覚えよ、重視たる汝のマナは。マオクスアメッカ。改めてよろしく、スレイ。こちらこそ、アリーシャ。石碑か？